には音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。どうパズルしてもうまくいかない。先輩どうしたんすか。いやさ、ついさっきね、やぶみばりの唐突さで合コンのお誘いが届いたのよ。しかも相手はどうやら等級高めのメンズっぽいわけ。なんすか等級高めって、霜降り和牛ですか。そんなようなもんね。だったら僕もなかなかな霜降りっすよ。こらこら、川原くんみたいな無駄に肥えてる野良牛と一緒にしないで。野良牛って。いやいや、こっちとらブランド牛だから。違う、そんなことはどうでもいいの。問題はそのまたとないお誘いを断らざるを得ない状況だってことなのよ。あらら、先約ありなんですか。いつ声をかけても釣れるでおなじみの先輩が。いつおなじみになったのよ。うん、まあ否定はできないけど。人がいいから断れないんですよね。分かってますよ先輩。はい、ただただただ、まさにそうなのよ。なんやかんや世の中が浮かれる年の暮れにさ、自分だけ暇を持て余すのも尺じゃない。だから調子に乗って誘われるがままにバンバン忘年会の予定を入れてたらさ、もうスケジュールがギッチギチになっちゃって、どこをどうやっても合コンの日は開けられそうにないのよ。転ばぬ先の杖のつもりが飛んだ勇み足になっちゃってるわけですね。なんだったら私が温度取ってセッティングした忘年会もあるし、どれもこれも今さら断れないんだよね。ドタキャンすればいいじゃないですか。どういうことよ。つまりダブルブッキングして、当日風邪ひいたとか嘘ついて忘年会を急遽キャンセルするんですよ。でこそっと合コンには参加するっていうね。ほうほう。いや、一昔前だったらその手も十分使えたんだろうけど、 SNS という恐怖のアリバイツールが超量ばっこする昨今、隠密行動は難しいわよね。どんだけ警戒してても所詮人の口に戸は立てられないしさ。合コンしましたって誰かがアップした写真に、風邪ひいてるはずの先輩がはしゃいだ感じで見切れちゃってるっていうね。そうそう、最悪じゃん。それを誰が見ないとも限らないじゃない。つながり依存社会だからさ。あー、もうやだやだ。やけに否定的ですね。痛い目にでもあったんすか。いや、でもなんか嫌じゃない、常に監視されてるみたいで。そうっすか。そこはもうお互い様みたいな感じなんじゃないですかね。相互監視ってこと。5人組か。え、いや、なんでもない。なんで結局合コンは断るってことですね。うむ、やむを得まい。断りのやぶみを放つしかなかろう。ああ、先輩の幸せがまた一つ遠のいてしまった。もうまたってどういうことよ。まあでもいいじゃないですか。何が。なんていうか、引きの悪さっていうか、そういう月のなさみたいなものも今年のうちに出し切っちゃってすっきりして来年に期待しましょうよ。まあね、無理やりそうやって前向きに捉えるしかないわよね。そうですよ。あ、いやー、でも合コン行きたかった。先輩だいぶ飢えてますね。だってさ、なかなかないのよ今回ほどの有料案件は。え、金取られるんすか。そっちじゃないわよ、エクセレントの方。あ、そっちか。なんかさ、もし合コンに行ってたら素敵な彼との出会いがあって、その人と燃えるような恋愛の末めでたくゴールインみたいな未来が待ってたかもしれないわけでしょ。まあありえないとは言い切れないですね。その選ばなかった未来のことを思うとさ、どうにもやりきれないじゃない。いやいや、それ言い出したらね、切りないっすよ先輩。タイムマシンがあってこっち選んでたらこうなってましたみたいに別の未来が見れるならあれですけど、ないですからタイムマシン。そ
そうなんだけど、実際にもし私が合コンの方に行ったら、行かなかった場合とは確実に違う未来を生きるわけじゃない？だからそんなパラレルワールド的なことを言い出したらキリがないんですって。何にしたって一つの人生しか生きられないわけだし、逆にもし先輩が合コンに行ってたら行かなかった未来は選べないわけだし、そしてもしかしたらそっちの方がハッピーエンドだったかもしれないわけだしね。不毛でしょ。なんか分かった気がする。先輩が人の誘いを断れないわけが。どういうこと？断った先で楽しいことが起きてたら嫌だから断れないんですよ。自分抜きで人が楽しい思いをしてるのが耐え難いんでしょ。違います？なあ、そういうところは確かにあるかも。子供が夜更かししたがるのと一緒じゃないですか。うん、本当は眠いくせにね。そう、自分が寝た後に何か楽しいことが起こるかもしれない気がして寝ないっていう。まさにそれだね。私、人がいいって言ったの取り消しますね。え、それはダメよ。選ばなかった未来を生きられないのと一緒で、私たちは選んだ過去も消せないのよ。川原説に乗っ取るならばね。そうきましたか。ま、とか言って合コンに行った連中のその日の SNS くまなくチェックして、象の火に薪をくべながら私が言ってた場合を妄想するけどね。妄想か。未練たらたらじゃないですか。